にゃーん。あなたの見た通り、新海市丸ごとドカンと爆発したわ。最後の重要なドロップポイントが爆破された時、人とフェリニアスが共に築いたこの新海市は地図から消える。ええ、あなたもいずれわかる。エモーチームベッカー機構に着く。君たちはやった。お願い助けて。これ以上は。チームに初心者の存在を検知。戦闘ガイド。今日会ったばかりの者のために己を犠牲にするつもりか。調査官、気をつけてください。想像以上に手強い。だがまだ終わっていないぞ。このままじゃ拉致が開きません。待たせないでしょ。エモーションエネルギー補充完了。灰になりなさい。彼女はひどい怪我を。あ、いた。その程度のお詫びじゃ。わざわざここで待って。調査官、シロたちが。う、異常濃度のエモーション。かわいそうなあなた。
戦闘力を甘く見ないでね。ダメージは予測範囲を エモーションエネルギーに包まれながら共に死に向かいなさい。乗車感アップない。エネル乗車感ご心配なく。戦闘員たちにはすでに状況を伝えました。もうすぐと。ああ残念、全員死んじゃえ。予知夢の通り、夢だと認識しても構わぬ。配属に必要な書類はリビングのテーブルの上にある。サインを忘れるな。つい先ほど新開始気象認証クリア。調査官であることを確認。チームのいい雰囲気を保つのも調査官の役。掃除ミッション準備。クリアランスモード。先ほど紹介した通り、
ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。素晴らしい式でした。任務、無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。あまり心配しないでください。AI アシスト、これからは掃除モードオン。行きます。掃除作業完了。予想以上に順調ですね。調査官は。お疲れ様です、調査官。調査官、位置情報によると戦闘員アスラは掃除モードオン。行きます。
私の滑りを目に焼き付けるといい。行きます。調査官、彼女はストームアイのメンバーです。もう手遅れです。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。